弱い者が虐げられることのない世界、それが私の理想です。こちらこそよろしくお願いします。で、こちらが私のお隣さん、ゆきみさんです。いろいろお世話になっちゃってます。やりたいこと、私はその困ってる人が泣き寝入りしないで済むように、弁護士の。今日は本当にありがとうございました。楽しかったです。それでお礼というのも大げさですが、今度はぜひお二人を私の知っている店に招待させてください。日本のことを知りたいというヤオリンさんにはぴったりなはずですから。生まれ変わった私をご覧に入れましょう。喰らいなさい。目標確認、撃ちます。先手必勝です。審判を下せ、セテキュス。ここが正念場。裁きを。悪行の報い、普通の中に食い入ることね。